皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのセリアさんで売られている電動ネイルケア用アタッチメント5本セットを使ってみたいと思います。こちらはこの以前にもご紹介したことのあるこちらの本体に取り付けて使うものです。本日はこちらの商品を使って実際にネイルケアが本当に綺麗にできるのか試してみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、では以前購入した電動ネイルケアセットについていたアタッチメントと今回購入した5本セットのアタッチメント、少し中身が違うので比べてみたいと思います。ではまず以前アマカーのお手入れに使用していたアタッチメントがこちらです。今回5本セットの中に入っているアマカーのお手入れに使うアタッチメントはこちらのシルバーの少し尖ったアタッチメントになっています。ちょっと鋭そうです。で次に爪の節を整えるアタッチメント、前回はこちらでちょっとやりにくかったんですけれども、今回はこんな感じのアタッチメントになっています。で次に爪の凹凸を整える時に使っていたアタッチメントが以前はこちらです。で今回はこちらです。で次、5本セットの中に新たに入っているアタッチメントがこちらのツヤを出すアタッチメントになっています。本当にツヤが出るのかちょっと楽しみです。ではこちらを使ってネイルケアをしていきたいと思います。はい、今回の5本セットはこちらのケースについているのでなくさなくてとても便利です。ではまずこちらの甘皮や爪の凹凸を削るこちらのアタッチメントを試してみたいと思います。はい、ではこちらの本体に取り付けます。ググッと入れて、でこちらの薬指で試してみたいと思います。ではボタンを押します。こちら一方方向なのでこっちはやりやすいです。まずやりやすい方からやってみます。でも思ったよりも痛くもないし上がります。結構このシルバーの部分がザラザラしてるので甘皮が綺麗に取れてます。そしてこの先が細いのでこの甘皮がすごく入りやすくて綺麗に甘皮を取り除くことができます。でやりにくいこのカーブはちょっと皮膚を上げて、ちょっと手が滑ってこの皮膚に当たっても、痛くないです。鋭そうな痛そうに見えるんですけど全然大丈夫です。ちょっとダストを取ります。はい、こんな感じに綺麗に甘皮をこう押し上げることができます。でも実際に使ってみて前回のよりもすごくやりやすいです。この尖ってる感じとか、この中に入りやすいのですごくやりやすかったです。
では次にこちらの爪の節を整えるアタッチメントを使ってみたいと思います。ではまず先端から整えます。ちょっと45度角度を当てて先端を長さを整えて、で次にちょっと角を取ります。ずるずる振動がすごいんですけど、あでも削れてます。形は削ることはできます。はい、はい、では次にこちらの爪の表面を整えるアタッチメントに変えてみます。ではちょっとやりやすい、また右から、 でも前回と同じくこういきたいと思います。こんな感じです。あまりやりすぎると爪が薄くなっちゃうので気をつけてください。はい、では次にこちら爪のツヤを出すアタッチメントを使ってみたいと思います。では差し込んで、ではまた上に向かってでもこのきめ細かいこのふわふわした表面が爪の表面をなだらかにしてくれてます。はい、こんな感じにきめ細かくなりました。お手入れする前はジェルを取ったばかりで爪もパサパサで甘皮の処理も全然していなかった状態なんですけれども、実際こちらの5本セットを使ってみてとても綺麗にお手入れができたと思います。以前購入したこちらの3本よりもはるかに使いやすくなっています。一番いいのはこの甘皮を整えるこちらのシルバーのアタッチメントと、あとこちらツヤを出すこのアタッチメントがすごく使えると思います。でもどれも必要なのでやっぱり5本こちらのセットすごくいい商品だなと思いました。皆さんもぜひ使ってみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。